どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいと思います。今回はエムヒュル皇帝と話すということで、ちょっとね、助力してもらうために戻ってきました。まあね、どれくらいね、手助けくれるかわかんないけどね。いやー、でも尻取り返してないのに、みたいなこと言われそうな気はするけどな。ワイルドハントの記述を持っているんだ。はあ。意外と取ってオッケーなんだね。堂々と王の前で取ると。危ないときは多分警告が出てくるはずだからね。その問題はさ、シリを助けたからどうするかみたいなところもあるんだけど。さあ、北風上質インゴット。まあこんなもんかな。なんなら気づいてないような感じだね。何が作れるようになったかな。さあ、一つ作れた。踊る星。爆薬はまた何か作れるようになったね。上質。錬金物資は、ああ、この辺りね。抽出はいいや。さあ、話しますか。皇帝陛下。ウィッチャーか。何の用だ。シリの居場所を突き止めた。ようやくか。お前に任せたことを後悔し始めたところだった。早く連れてくるのだ。ワイルドハントがあの子を撃っている。安全なのはケイヤモルヒンだけだ。そんなことは許さん。自分の娘を自分で守れる。それは分かってる。守れるだろう。相手が普通の敵ならな。ワイルドハントは別だ。ここで戦えばビジマが危険だ。罪のない命が失われる。ケイヤモルヒンの周りは荒野だ。あんたの兵もずっと戦力になる。いいだろう。一個大隊を生かせよ。一つ条件がある。指揮を取るのはブーシス将軍だ。同意できん。ウィッチャーに兵を指揮させるわけにはいかん。お互い譲る気はないということだ。失礼する、皇帝陛下。シリを連れてこい。ああ、本人がそれを望めばな。そうだね。やっぱりって感じはしたけど、力は借りれない感じだね。そしたら、アイテムを取れるだけ取っておいてとかね。あと今最後気になったのが、シリが望めばっていう話あったけど、やっぱ無理やり行かせるのはダメってことか。あんまりシリはあれだね。そう考えると、連れてこない方が良さげな感じがするよね。さあ、懐かしの。あ、取ってるからほぼほぼアイテムない。だいぶ最初の方やけどね。さあ、じゃあ、次は、スケリッチは長いんで、ベレン行こっか。キーラメッツとちょっと話しに行きましょう。いやー、キーラメッツ、だいぶ久しぶりだね。何もなし。まあ、こんなもんかな。王の部屋のアイテム取ったぐらいだったね。
さあファストトラベル、ベレンのどこいるかな。めっちゃ遠いね。じゃあ、ミッドコプスから行きましょうか。さあ飛んできた。キーラメッツのところまで行きますか。これね、の前にちょっと武器研ぎたいね。ついでに壁のクエスト、ここか。さあアイテム強化と研ぎは武器はないもんね、確かね。よし、じゃあ行きますか。おお、すごい。そんなところに登れた。おお、いけたね。意外といろんなところ行けるね。さーて、まあ多分ローズ呼んだ時には着くだろう。合ってる？ローチ100メートルぐらいだから結構距離あったね。そう、久しぶりのここへ。何のために？忌々しい怪獣どもめ、毒で殺しておくか叩き潰しておくべきだった。だができなかったんだ。彼がネズミで何をしてたか見た？キーラ、何をしている？ゲラルト驚かせないでよ。でも魔術師のネイはネズミを取ってこい、元気なやつをなって言った。エルフの隠れ家から持ってきたランプか。ネズミとは何の話だ？何でもないわ、後で説明する。それよりどういう風の吹き回し？ワイルドハントとの戦いに協力してほしい。シリの居場所が分かった。ケイヤモルヘンへ連れて行きたい。本当に？よかった。でも私に言うなんて何か理由があるんでしょう？あの子を見つけたらワイルドハントがそれを知り襲ってくるだろう。撃退するのに力を貸してほしいんだ。ああ、困ったわ。手伝ってあげたいんだけど、この素敵な声だめでの仕事が忙しくて。そうね、先に仕事を手伝ってくれたら。ああ、考えさせてくれ。いつでもここに来てね。ってことは頼み事をすればっていう感じだね。頼みたいことがあると言ってたな。ええ、今でもね。ウィンダマーコの呪われた島のことは聞いたことがあるでしょう。この土地の農民はあの島に取り付いた勇気のことをずっと話してるの。あそこに行った者は誰一人戻らないとか。なぜ呪われたんだ？わからないのよ。かけられた呪文を解きたいけど、その正体がわからないままなの。手がかりぐらいは。呪いはニルフガードが攻め込んできた時、この辺りの領主ブセラドが逃げ込んだ塔と関係しているらしいわ。村人が言うには、飢えた農民たちが食べ物を求めてファイク島に行ったとか、そこで惨状にあって命を落とした。どう、呪いを解くのを手伝ってくれない？こういうのは得意でしょ。なぜ呪いを解きたいんだ？なぜそんなに必死なんだ？私じゃなくて農民がうるさいの。あの島を、呪いを解いてください、優しい偉大な魔女様ってしつこくて。はあ、村人のことなんか気にも留めてないと思ったが、立派な魔女じゃないか。呪いが解けなかったら村人は私を無能だと思うでしょうね。縛り首になる危険を冒してまで私をウィッチハンターからかくまう意味はなくなるでしょう。他人にどう思われるか、それしか考えてないのか。私が言いたいのは、わざわざこんな辺境の地まで逃げてきて、今さら地元の泥臭い男たちに嫌われたなんて理由で捕まるのはバカバカしいってだけ。
さあ次、ブセラードが農民たちを皆殺しにさせたのか。つまり農民たちは食べ物を求めて島に行き、領主に殺された。村人は毒殺されたと言ってるわ。紳士的だな。うん、領主に会ったことはないけど、あの島の魔術師の話では残虐な性格だったとは思えないのよね。島に魔術師がいたのか。知り合いか。今はどこにいる。友達よ。残念だけど彼もあの時に死んでしまったの。助かったのは一握り。島から逃げた人たちも結局苦しみながら死んでいったわ。でもおかしなことに毒を盛られた様子はなかった。ほう、じゃあ手を貸そう。わかった、手を貸そう。断れないと思ったわ。とにかくパイク島に行ってみる必要があるわね。それでどうするんだ。島の亡霊なら呪いの出所を教えてくれるはずよ。彼らと心を通わせる必要があるんだけど、方法がわからなくて。彼らが話してくれると思うか。もちろんよ。この魔法のランプを持っていけばね。終わった後ランプをあげるわ。お礼の代わり、きっと役に立つはずよ。さあ、魔法のランプをどう使うんだ。ランプがどんな風に役立つんだ。こうすれば何か起きるのか。魔法で何かやるのか。こする必要すらないわ。骨があってささやき声が聞こえるところに置くだけでいい。そうね、警告しておくけど、あんまり気持ちのいい経験にはならないと思う。では報告は気持ちのいい経験だけにしておくよ。それも必要ないわ。ゼノボックスをあげる。それがあれば離れていても話ができるの。見たものを話してくれればするべきことを指示するわ。ゼノボックス、まあ聞いたことがないな。ゼノボックス、初耳だな。メガスコープと同じだけどずっと持ち運びやすいわ。会話ができる魔法の箱だと思って。すぐ作れるのか。私には無理ね。だから貴重なの。めったに手に入らない代物よ。そのゼノボックスを魔術師みんなが使うようになることはないわけか。ありえないわね。じゃあどこで手に入れたんだ。どこでゼノボックスを手に入れたんだ。ランプと一緒に洞窟でね。最初はランプの一部だと思ったわ。それが何なのか分かったのは後になってからよ。あのエルフの魔術師のものか。当然ね。でも彼が使っていたかは分からないわ。じゃあファイク島へ行く。出発の前に他に言いたいことは。もうないわ。早く行きなさいよ。ファイク島で何が見つかるか待ちきれないわ。終わったら報告に来てね。それとゲラルト。ん？ありがとう。さあ、新しいクエストアイテム手に入れたと。R1 か、これね。魔法のランプね。さあ、鹿は何があるんだ。あ、もう取った後だね。うん、取った後だね。さあ、新しいクエストが出ましたね。ネズミの塔へ行く。さあ、そのネズミの塔はどこにあるんだ。どうせ遠いね。結局遠いな。飛んでいってどっちだろう。俺と行ってやね。じゃあ、近く行きまで一旦スキップしますか。さあ、そうだね、やっとここまで来たんで、船を使って渡っていきたいなと思います。こっちがネズミの塔やね。この船がある場所に向かっていく感じでまず行こうかな。ここね。多分直接どうなんだろう。
ね、湖の塔ね、行って、まあ何かありそうな感じではあるんだけど、こっちファストトラベルがあるかもしれないんで、船使っていきたいなと思います。泳いでいくと、行くことも可能だけど、わざわざ襲われるようなことをすることもないしね。これで OK かな。あーそっか、船はあれだ、逆だね、操作の仕方ね、曲がり方が。だっただった。ゲラルト、聞こえる？調子はどう？今どこにいるの？もうすぐ着く。よかった、またすぐに連絡するわ。待て、このゼノボックスはこちらからも連絡できるのか？残念だけど一方通行なの。まあ私の女の顔を信じて。私の何だって？私の女の勘。頼りになりそうだ。ならなさそうやね。そうか、結構やばそうだね。ゲラルト、もう島に着いた？ゼロボックスは機能してる？ねえ、聞こえてる？聞こえてますよ。聞こえないぞ。なんて言ったの？何かに邪魔されてるわね。慎重に進んで。こいつ、そうだそうださ、爆発するやつか。危ない危ない。いやー、ダメ、危なかったね、もうすでに。さあさあさあ。さあ、そうだね、ギリギリまで削って爆発を狙うのが一番か。ってなると燃やすのが早そうだね。さあ、血を大量にゲットして、あ、やっぱファストトラベルできるね。ネズミの塔。あ、じゃあやっぱり反対側からでよかったんだ。なるほどね。とりあえず今は逃げる。反対側だと結構音楽が独特だね。グー、あー、魔物だらけだね。っていうか怪物しか。怪物よ、さあどうする？怪物の数が尋常じゃないな。まあとりあえずゼノボックスは何か干渉されてるっていうのは間違いないから、ここら辺は特になし。ロックフィールドがいるね。ああ、端っこは特に何もない感じか。まあレベル差はだいぶあるし問題はないでしょう。さあ、ネズミが通って言うけどやばそうだよね。巻き添えで倒せるのが楽だな。この辺り一体はアイテムなし。じゃあ、
やっぱあのライフは残ってる感じだね。うん、爆発するね。特にアイテムはなしと。なんでできるだけ修理というか武器の修理が大変になりそうだな、このペースだと。なしなし。見ていい。左右どちらもいるね。まあ正面だな。いやー、少ないっちゃ少ないけど、やっぱ多いと面倒くさいよね。結構ジョバのクエストなのかもしれないね、ここはね。さあさあ、あの塔の中にでも入っていきますか。あとはないね。レシピ落ちてないかな。ないね。こっちは。意外とそんなに物はなさそうだね。島的には、この端っこは行けるか。ヒーラーのランプを使ってみよう。さあ、ランプ。グレアも中に入れそうにないぞ。静かに、ブツブツ言ってると貴族野郎に聞こえるぞ。まさか、ぐっすり寝てるか肉にかじりついてるだろう。もうすぐ八つ裂きにされるとも知らずにな。道ができたぞ、みんな抱え。おう、なんかむしろって感じがするね。農民の方が領主を貶めようとしたっていう感情が強いね。置き去りにされた、みんな行っちまった。泳ぐしかない、行くぞ。本気か、俺は残るぞ。お前は行け、小舟を見つけて戻ってきてくれ。もし岸に着けたら。当たり前だろ、お前が驚くほど早く戻ってきてやる。逃げはしたが失敗したと。そしたらこの辺り他にないかな。特にはないか。あと中に入ってって感じかな。そうだね、よし、中入ろう。そうだね、謎解きは謎解きだけど、なかなか考えさせられることの方が多いよね。幽霊を見つけるか、任意なんだね。見て、ウォーターハグか。
ちょっと待った。任意で探す？ここ絶対怪しいよね。船でこっちわざわざ行くって、ね。まあいいや。何かしら見つかるだろう。なんかあるね。あとはなんか子供の声っぽいのが聞こえたいけど、気のせいかな。あ、あった。ミリー逃げるぞ、急げ。ミリー、ミリーどうした。わからない、熱い、燃える。ああ、やめろ、クーラー置いてかないで。何かが出たような感じではあると。まあ中入ろうか。農民だったのか盗賊だったのか、どっちかはまだ分かんないね、あの様子だとね。こっちからかな、入るなら。ネズミがいるね。そこら中ネズミだらけだ。生きてるのと死体と、こいつらの餌は多分。ゲラルト、そこまで詳しい報告はいらない。まあね。そこまではいらない。信じる気はなかったようだな。ホンビンにね。あら、燃え方が、色がなんか化学反応を起こしてるような感じだね。ここで大勢が死んだようだな。あとは魔法のランプ使って。あの貴族はどこだ。そこに転がってる。腐ったカボチャみたいに頭を割られてな。ああして血とクソまみれで寝てたら俺たちと区別がつかないな。気品も何もない。殺すのが早すぎる。もっと苦しんでやりたかった。他にもいるはずだ。こいつの息子を代わりに苦しめてやろう。娘もだ。上に行くぞ。どっちがひどいのかわからんな、こうなるとね。さあ上だね。地下もなんかある感じだったけど、先に上行きますか。特にアイテムはないと。まだ上か。意外と地下かもしれないね。ネズミが多い。さあ、魔法のランプの出番と。金だ。金塊の山だ。死人には必要ねえよな。だが変だな。貴族は随分前に死んだのに。誰だ。出てこい。誰かいるのか。誰だ。
音量か何かいるかな。怪物系がね。さらに上。いやこれ地下の方も気になるな。どこにいるの？塔の最上階の研究室にはもう着いた？最上階にいる。研究室らしきものはないぞ。じゃあまだ最上階じゃないのね。通路を探してみて。二つあるね。いや、動かないね。こっちは上。こっちは下。そういうわけではない。いや、なんかあるね。誰かが床の上を何か引きずっていったようだな。それも何度も。誰かが床の上を何か引きずって。この辺りなんかあるっぽいね。それも何度も。魔法のランプの反応は特にない。あら、一旦地下か。両方とも下か。さあ、さらに奥に行きますか。おお、すごい説明だ。研究室ね。何の研究をしてたのかっていうところね。人体実験みたいな感じか。アレクサンダーの記録とは。あ、調べれるね。これはこれ人体実験か。魔術師神秘会がまだあったら見逃されることはなかっただろうな。はあ、人体実験やってたんだね。怖がらなくていい。この島を支配している呪いを解きたい。君のことを教えてくれ。他の亡霊たちには俺が見えないようだが。私は特別なの。ずっと特別だった。とびきり美しくて、領主の娘で、ここは見える限り全て私たちのものだった。私と家族は魔術師の塔に隠れて戦争が終わるのを待とうとしたの。いつかは終わると信じて。この塔にいた魔術師とは何者だったんだ。ここの魔術師は何者だったんだ。アレクサンダー、彼のことはよく知らないわ。ずっとこの塔に閉じこもって。彼も死んだわ。知ってるでしょ。みんな死んでしまった。死体の山よ。私だけ、たった一人で。みんな私を置いていってしまったわ。永遠の愛を誓った男さえも、彼も私を置き去りにしてしまった。
ければ君も自由になれるはずだ。この塔で何があったんだ。ここで何があった。農民たちが食べ物を求めて渡ってきたというのは本当か。嘘よ。彼らは奪って殺すために来たの。私たちが裕福でここから惨めな彼らを笑っていると思ってた。私たちだって食べ物に困ってた。他の人たちに分けられるほどなかったの。彼らはみんなを殺して、お父様が叫ぶのが聞こえたけど、魔術師に言われた通り誰も部屋に入れないようにしていた。魔術師は薬をくれたわ、見つかったら飲むようにと。そうすれば心配ないと。それは何の薬だった。それはどんな薬だった。匂いや見た目を覚えているか。覚えてるのは飲むのが怖かったことだけ。魔術師を信用しなかったのか。村では彼が病気に関与していると言われていた。治療ではなく発生させる方に。塔にネズミをおびき寄せ、カトリオーナに感染させたと。もちろんただの噂よ。でも怖かった、心底怖かった。それから彼の声が聞こえたわ。愛するクレアムの声が私を呼んでいた。彼のために扉を開けたら他の人たちが入ってきた。私に襲いかかって、そして。君の恋人はなぜ君を助けられなかったの。君の恋人は助けてくれなかったのか。敵が多すぎたのよ。彼女に手を出すなと叫んで止めようとしていたけど、奴は笑っていたわ。何かされたのか。腕を掴まれて、ドレスを破られて、なんとか振りほどいて薬を飲んだわ。それで何もかも終わった。毒だったのか。それで死んだのか。違う。後になって目覚めたわ。誰もいなくて暗かった。いたのはネズミだけ。何十匹も何百匹も。でも体が動かなかった。眠り薬か。効き目が切れてなかったから麻痺したままだったんだな。周りのネズミが全部私の体に虫のようにたかってきたわ。顔にも手にも。肌が噛みちぎられ、胃が食い破られるのを感じた。バラバラに食い荒らされても叫ぶこともできなかった。私は十分苦しんだ。どうして、どうしてここから出られないの。他の霊たちと話できるか。他の霊たちとは話せるのか。いいえ、話はできない。みんな私を見ると逃げるの。なぜかわからない。私が怖くないの。ああ、亡霊と会うのは初めてじゃないが、正直言って君は何か他の亡霊とは違うな。塔の中で新しい死体を見つけた。死んだのは君が最後じゃないな。新しい死体を見かけた。この島は危険な場所よ。来るべきじゃない。私もここにはいたくない。死んだ男は怪物に襲われたようだった。それも最近だ。この塔には他に何かいるのか。私に分かると思う。ここには多くの勇気がいるわ。彼らのささやきが聞こえてくる。勇気たちのことじゃない。ここをうろついている怪物のことだ。何か分かれば。何も知らない。どうしてそんなこと聞くの。私に辛く当たるのを助けに来てくれたと思ったのに、私を責めに来たの。じゃあどうすれば君を助けられる。どうしてほしい。憎しみから生まれた呪いが私をここに縛ってるわ。呪いを解けるのは愛の力だけ。でも誰が亡霊を愛してくれる。君の恋人は。彼も死んだのか。クレアムは。彼は生きてるわ。死んだならわかるはずよ。でも彼は私を見捨てて逃げたの。私を置いて。君が彼を許せば呪いの力を消せるかもしれない。この島を浄化できるはずだ。グレアムについて教えてくれ。恋人というのはどんなやつだ。貴族の息子か。いいえ、貧しい両親を。父には反対されたわ。厳しくね。結婚などありえないって。はあ、彼が恋しい。私は今でも毎晩岸辺を歩いて村を眺めてる。私を覚えてるかしら。君は塔を離れられないと言ったろ。私が。
聞き間違いだ。そんなはずはない。私これ以上は知らない。全てが悪夢のようで。何か嘘を言ってるか記憶が曖昧になってるかね。呪いの中心は君のようだ。見た限り呪いの中心は君のようだ。この島にいる亡霊たちが持つオーラは君のものほど強くない。君と話し始めた途端にメダルが脈を打ち始めた。何が言いたいのかわからないけど何か知ってそうね。あなたの言う通りかもしれない。私はこの島に縛られている。私がリオンジュを受け継ぐべきだったからかしら。君の血がこの土地と強く結びつき呪いを生み出していることはあり得る。だとすれば怒りの元であるグリアムを許せば呪いを解けるかもしれない。私は彼を愛していたわ。彼を許すことはできる。自分のしたことを後悔しているならね。私の骨を彼に渡して彼の手で葬ってほしいの。私の頼みを聞いてくれる？そうか、分かった。よし、グレアムに話そう。彼はどこにいる？村の湖畔に住んでいるわ。でも私を忘れていたら。愛していたなら君のことを忘れるはずはない。いつまでも愛すると言っていたわ。彼のところへ行って急いで。さあ、呪いの原因がとりあえず分かったけど、分かったけどだよね。死ぬまで閉じ込められていたようだ。むごい死に方だ。はあ、むごいね。確かに開けることもできず。下の方にまだあるね。そうなんだね。あと地下か。どっちみち下に降りていくけど、一箇所地下に行ける場所があって、多分そこもあるはずなんだよね。これだね。なぜ刃物を出した？金持ちの考えは分からんな。ネズミを飼うなんてウサギじゃあるまいし。逃がしてやるか。このままだと飢え死にするぞ。怪獣は燃やせ。逃がしたら厄介なことになるだけだぞ。泳いで村に来たらどうなると思う？泳いで？ネズミが泳げると思うのか？ま、金持ちの考えは分からんな。あ、またネズミを待てやん。逃がしてやるか。このままだと飢え死にするぞ。怪獣は燃やせ。逃がしたら厄介なことになるだけだぞ。泳いで村に来たらどうなると思う？泳いで？ネズミが泳げると思うのか？ま、心配なんか無用だな。ずる賢いやつらめ、お前より賢そうだ。でもなんか鈍いやつらだと思わないか？病気でも持ってるのかな。それにひどい匂いだ。あ、一つ。まあ特にアイテムがあるかどうかってやると、そんな使えるものではなさそうだしね。あと一つ上か。あと一つ上に
この階か。あったね。そりゃ見づらい。アダメ、仕事に戻れ。いつも愚かな民衆の話ばかりしよって、二度と耳を貸したくもない。あの間抜けに乗せられたな。だがグレアム一人見て他の農民まで信じたと思うなよ。閣下、農民たちが扉を破って塔に。で、一つ気になったのは、そのクレアム自体はどうだったんだろうね。そもそも農民側だったのか気になるところではあるけど、ファーストトラベルでそこ行きますか。一回解除して、いやー、そもそも生きてるかどうかっていう話だよね。じゃあ、こっちかな。結構離れにいる感じだね。なぜついてくるんだ。グレアムにどうしてほしいんだ。グレアムに何の用があったのか知りたい。俺か。用なんてない。心配してるのはあいつの母親だ。島から戻って以来閉じこもったきりなんだ。誰とも話さない。愛は残酷だ。奴の頭を腐らせちまった。おお。ちょい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 、どいてどいて。話がしたい。聞こえなかったのか。何度言えば。お前は誰だ。ファイク島に行ってきた。島に行ってきた。あそこで何があったか知っている。何の用だ。アナベルのことを聞いた。アナベルのことで話がしたい。アナベル、なぜ彼女のこと。彼女に会って話もしてきた。アナベルは死んだ。毒を飲んでな。俺は彼女を救えなかった。アナベルを愛していたのか。愛してたのか。ああ、苦しいほどにな。心から愛していたし、いつかは結ばれると信じていた。だが父親が許さなかった。娘がつまらない庶民と一緒になるなんて。ファイク島で一体何があったんだ。ファイク島で何があった、教えてくれ。知りたければ教えてやろう。ミリー、フィンチ、フォークナーが仲間と島へ渡って貴族に奪われたものを奪い返そうとした。あいつらは俺が塔の奴らと面識があることを知っていた。俺が魚を売りに行けば門を開けると。行きたくなかったのか。いや、チャンスだと思ったんだ。アナベルと一緒に逃げる。だが実際は全てがめちゃくちゃになった。村から来た男たちは手当たり次第に塔の人間を殺し始め、アナベルに乱暴しようと。それでアナベルは毒を飲んだ。魔術師が渡していたんだろう。俺は塔を走り出た。死にたい。奴らを全員地獄に落としたい。そんな呪いの言葉を叫びながら。これ以上は話したくない。もう勘弁してくれ。一体何を言った。まあやぼやね。アナベルが飲んだのは毒ではない。あれは毒じゃない。アナベルが飲んだのは強い眠り薬だ。魔術師は彼女を守るために彼女が死んだように見せかけたんだ。でも
彼女はもう彼女と話したと言っていたな。彼女の霊と話した。彼女が目覚めた時、塔の中は死体とネズミだらけだった。ネズミは温かい肉を見つけて生きたまま彼女を送った。つまり彼女はずっと生きていたというのか。そんなバカな、全身が冷たく死体そのものだった。揺り動かして目を開けてくれと叫んでも何も。まだアナベルを救う。お前の力がなければアナベルの魂は決して安らげない。でも何ができる。もう手遅れじゃ。彼女の骨を葬ってやるんだ。愛する者の手で永遠の眠りにつかせてやれ。島の呪いを解くにはそれしかない。これが彼女の骨。そうだ。貸してくれ。それから一人にしてくれ。まあずっと後悔してたんだね。はあ。さあ、じゃあターン。ファイクと。に？あ、呪いがもう解けたっていう体なんだね。じゃあちょっとキーラメッツのとこ行って、何が起きたか、そうだよ、何が起きたか調べない。テスタか。勇気の上位か。この辺りはまたフェスタか。ちょっと気になるな。テスタ。患者たちは全身をかさぶたと吹き出物だらけの女の周りをネズミが走り回る幻覚を見ているようだ。これらの症状はヒオスとポピーの抽出物を投与するとつついたと。これが地域が疫病に見舞われるとその土地に魂がさまようこととなる。その幽霊は病気を患っている女のような姿、肉体の、体の肉が腐って骨から剥がれ落ち、そのから後にはネズミが行列をなして。だからネズミがいたわけね。ペストを倒す方法についてはあまり知られていない。他の亡霊や勇気と共通の性質を持ち合わせているものではないかと推測できる。ペスタがとても危険な存在であることは間違いないが、ミッチャーの免疫力があれば少なくともその疫病が伝染することはないだろうと。まあ、ヤーデン使ってっていう感じだね。そうか。結局はっていうところか。じゃあとりあえずこっち行ってファストトラベルでキーラーのところ行って今回は離場しましょうか。こんな雨だと害虫どもも城にとどまる。まあ問題は何かって言われたら村人たちだったね。なんだろうね、裕福じゃだと妬んでと嫉妬な感じがするよね。じゃあミッドコプスにまず飛びましょう。さあ呪いの話をしてという感じだね。ゲラルト、二度と会えないかと思ったわ。ファイク島の呪いは解けた。ファイク島から呪いは消えた。今まで黙ってたわけ？ゼノボックスを持ってたでしょ。それであの呪いの正体は何だったの？闇の力が領主の娘アナベルの霊に取り付いていた。解き放つために恋人グレアムの助けが必要だった。うまくいったの？まあ呪いは解けて島は浄化された。
アナベルの魂も解放された。ただ彼女はペスタになっていて、グレアムは死んだ。先に気づけなかったの？らしくないわね。ともあれ、ファイク島の呪いは解けたのね。大事なのはそこよ。まあいい仕事をしたと思うわ。アレクサンダー、奇妙な研究をしていた。一つ気にかかるんだが。何？アナベルはアレクサンダーが病気の研究をしていると言った。カトリオナとか知っていたか？魔術師全員が知ってたわ。アレクサンダーは伝染病学者だった。彼の手記を研究したかった。でも彼は用心深くそれを守っていたの。ランプはどうすればいい？ランプだが、どうすればいい？約束通り、それはあげる。島が浄化された今、私には必要ないもの。実は一緒に行かなかったことを後悔してるの。埋め合わせをさせてほしいわ。そうか。よし、そろそろ失礼する。ねえ、もう少しだけいてくれない？ちょっと頼みたいことがあるんだけど。なんだ？ノビグラドから材料を取り寄せてるの。昨日商人が到着する予定だったけど、まだ来ないのよ。どうなったか確かめてくれる？かなり大事な荷物なのよ。そうか、これもしないと多分ダメなんだろうね。分かった、調べてみる。ノビグラドからここへ来るならブラックボーを通ったはずだ。そのあたりを調べる。ありがとう、心から感謝するわ。はい、ということでネズミの塔クリアですね。なんだけど結局キーラメッツのお願いを聞かないといけないということなんで、いやでもどうだろうな、意外と。ああまだ用事済ませないとダメだね。でスキリッチもこんだけ残ってるから、まあまあまだまだこれからといったところでしょう。いやーなかなかやね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。